ちも大概で、こんちくわ、こねちわ。はい、ちょっと早速また時にはシリーズ、また時にはちゃうやん、もうしょっちゅうやん。時にはシリーズ改めて、しょっちゅうしょっちゅうてんやもん、しょっちゅうてん、時にはちょっとてんやもんじゃなくて、しょっちゅうてんやもん。おっさん何しょっちゅうてんやもんやってんねん話でね。よし、できます。時にはちょっとカツ丼、何これ、吉兵衛か吉兵衛か知らんけどね、どっちやろな、吉兵衛吉兵衛。うわ、久しぶりやね、こんな。高校に感動したわ。うわ、なんかいっぱい入ってる。中華カツ丼。あ、こういう次の割引券とか、あ、メニュー書いてる、ここに。メニュー。カツ丼、吉兵衛、吉兵衛、どっち？道具安になりましたね、難波のね。こんなん、こんなん出ました、こんなん。七味がついて、七味がついて、っていうかこのカツ丼よりもこの漬物に感動した。久しぶりや、こんな分厚い高校、みんなも食べんのも超うまそうじゃないですか。これ肩カツ丼で書いてますやん、わかります？肩カツ丼、なんか肩肉の種類かな、肩ロースと背ロース、背ロースっていうんかな、肩ロースっていうんかな、肩と背いうのがあってね、ここに書いてあるわ。肩ロース、背ロース、肩ロース、ね、背ロースは飽きのこないあっさり味、柔らかい肉質やて。で肩ロースは濃厚でジューシーやで。で、私はどっちしたかと言いますと、くるるるちゅうね、じゃん。当然、肩ロース。はい。っていうことで、あ、走らんかったね。また怒られるけど、スプーンで呼ばれよう思ってね。はい。いただきます。私が注文したのはね、卵とじカツ丼。超うまそうなんですけど、ことか。
普通私失礼、卵とじカツ丼いうの言いまして、んで何これ、卵がね2個とかあったんですね。卵1個とかね、2個とか。ほんでその卵、こんなパカッて割った卵は、ね、家ではするんですけど、買うときはまずしないんですね。しないんですが、そういうの注文せえんですね。けどこれよう考えたら、卵、生卵じゃのうて、くちゅくちゅやってる卵でしたよ。な、煮込みにしたらよかった。下高劇。これでね、波ですね。てんこ盛りって相当入ってる。 1.5 倍かな。ダブルいうのありますね。ダブルいうことは、これがこんだけ食べるとこんだけもう一個入ってることでしょ。えげつない。よう入っとったよ、お客さん結構入っとった。親さんとお母ちゃんと夫婦かな、二人でやってた。夫婦とちゃうかもやけどね。これ多分お店で食べとったらめちゃくちゃうまいと思う。すごくうまい。久しぶり。ここマジうまい。もっと漬物や。
おかっ、おかっ唇噛んだ、いったゆっくり割れますわ。うまい。ゆっくり割れます。